おはようございます。今集合時間前なんですけど、昨日あたりからですね、この発表の入り口になんかポテチ置いてあるんですよね。普通に考えてね、家の玄関の前にこんなの置いてあったらビビるじゃないですか。誰がやったのか分かんないですけど、せっかくなんでこれがあったらみんながどんな反応するのかちょっとだけ見ていきましょう。おい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 、なんだ、あのポテチなんや。昨日はじめさんがなんかポテチって言ってたのがあれだったってことですか、ね、あれ二人じゃないの。違う、新しくチャックがついたポテチでしたしね。そうそうそう、最新ポテチなんよね。いたずらか。最近視聴者の方が来なくはなりましたが、とうとう物で攻めてきたか。怖え。いたずらだとしたら本当にやめてください。あ、それね、ポテチ、はい、監視カメラ見れば置いたやつわかるやんっていう。これ昨日の今11時33分に変えたんですけど、昨日の11時33分時点である。ってことはもっと前、だからなくなるまで戻せばいいのか。5時まで行こう。昨日の5時、昨日の5時にはない。朝ではないか。6時ある。6、え、そんな早朝に置かれたの。早っ。5時半から6時半の間に置かれているぞ。じゃ5分前ずつ戻っていきます、こっから。あ、消えた消えた。何時ですか。消えたぞ。1月13日の6時3分から6時8分の間に置かれてる。誰こんな朝早くに。ポテチの犯人探ししてんねん。あー、ポテチの犯人探しね。この5分間の空白の5分間に何の歴史があったね。もう間もなくでしょ。人が来たね、今。あれ、違った。あ、待って、誰か来た。誰かがポテチ持って誰かがポテチ持って来てる。よくそこで止められた、今。すげえ。ちょっと目悪いから呼びます。置いた。誰走り去った。悪いことをしていると確信しているからこそ置いた瞬間走り去ったな。こいつだ。全国に占めてへん、まさんと。男の子？うん、若い男の子。知り合いではない。だってこれさっきのさ、ここ通った人でしょ。確かにね。戻せる、さっきのところ。なるほど、そっちから上がってった螺旋階段の方から来たのか。多分カメラがあることも知ってんだよ。だからこっち側から来たんだよ。残念だったの、ギリ入ってるぜ。これゴンさんじゃねえよな。ゴンさんじゃなかったです。あいつじゃか。この中に誰かスパイがいる。お前か。あ、こいつだ。え、本当にそいつ？だってなんか右手に持ってる。こいつです、こいつ。こいつです、絶対犯人こいつです。まあ、ふらふらしてる。で、歩いて、ほら、右手にポテトチップス持ってるよ、こいつ。朝の6時、え、6時半だっけ？はい。6時5分。何してんの？キョロキョロしながら。キョロキョロしながら、ここ通り過ぎましたと。で、逆側から上がってきたと。左画面の奥から出てくるんだけど。はい。あ、ちゃ、ちゃ、で、ここのほら、カメラの死角から来て、置いて、ダッシュ！怖いよ、だってこれでもまだ何か分かんないっすからね。中身爆弾かもしれない。よし、哲也、開けてくれ。怖っ。でも、置きっぱにするわけにもいかないからね。まあ、確かにね。一回立ってみる。回収しに行くか。謎のポテチ。チャック形式のやつでしょ。チャックっていうのかな。これ、新品っすね。ひっくり返してます。爆弾入ってないようだ。がっつり普通のポテチですね。本当にポテチか？どうか食べてみた？食べてみたら怖くない？絶対ダメだよ。不思議な出来事でしたね。わざわざ朝6時にね。新商品ですよっていうのを伝えたかったのかね。多分くれようとしたんですかね。ローソンでそこのコンビニで買ってるっすよ。だってこれ、うわ、ほんとだ。ローソンで買ってるんだ。まあ、だからくれようとはしてたんでしょうけど、まあ、やっちゃダメだよっていう、こういうの、うん、方法が悪いっすね、うん、好きな女の子に意地悪してアプローチする小学生と同じ。はい、それでいいのは小学校までです。焼肉食べたいな。焼肉食べたいな。
焼肉食べたいな。どういう感じ？おらし方に困った人。あの有馬記念っていう競馬の、はあ、聞いたことあるよ。ちょっと上がったんだけど、俺1万円かけて1万円ゼロになってんだよね。まあそういうもんじゃゼロ。じゃあ2万かけて取り戻さなきゃ。あほ。誰買う？どれ買う？今回はですね、513、これを三連複で買いたいと思います。ああ、はいはいはい。三連複とは？三連複というのは513がどの順番で来ても当たります。これに1000円かけましょう。はいはい。オッズが 5.2 倍です。え、5000円になるってこと？ 5000円って書いてあるんですよ。待って待って。やばい、やりたくなっちゃった？おーっと、ここで。あワンチャンあるからね。ワンチャンあるからね。俺の分も買ってくれって。俺の分も買ってくれ。ちょ、それ2000円にしてくんないかけるよ。あっしゃー、いけー俺たちの3000円を手に。頼む！だってこれが倍になっ、4倍になって持ってくるんでしょ。5倍だよ。ギャンブルの世界へようこそ。さあ、レッツゴー。これでボードレースのレース見れるんだ。もう、あ、もうレースのあれが見れるんだ。早く早く早く。こんな楽しいんだね。ワクワクしてきた。生で見に行ってみ。もう毎週行っちゃうから。ワクワクしてきたよ。これマジかっけんだよな、エンジンが。3連単は135。これが一番人気で 13.6 倍となっています。あ、これ3だ。あ、大丈夫か。135、いい前出てる。ほら、5が前にさ、めっちゃ綺麗に前出てる。今いい感じじゃない？135。じゃあまだレース始まってない。まだ始まってないか。わかんない、素人だから。それめっちゃテンション上がった。勝ったと思ったよ。1番、2番、3番、4番、4は抑え5番、6番の体型で今スタートいたしました。3がいいね。3と2。3はダメ。はい、3はいいね。135。で、ここが大事。これでもほぼ決まる。まずはインから出る体勢。いいぞ、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 いいよ、抜け抜け抜け。ガバー！ちょっと嫌いという形になりまして、ざけんなよマジで。ここでの服部は4着、2号艇の広瀬5着、最高峰1号艇黒田が着。1号艇惜しい、惜しかったね。だから2つは当ててるから。2つは当ててる。ちょっと勝たないとね、楽しさが分かんないよ。あと2000円あるよ。 9.7 だから、もうやらんわ。ダメだ、ギャンブルは。ギャンブルダメだ。まっとうに働きます。あめえな、おめえら。こんなもんじゃ止まらねえぜ。僕の名前はワニ。そう、見ての通りパンダ。そう、そして今日僕は食べられる。チーズバーガー早食い対決。すいません、今日はこんなゲテモノメンツでお送りいたします。よろしくお願いします。普通にお昼ご飯食べようとして買ったんですけど、思ったより量が多かったんで、どうせだったら動画でしょっていうので、ハトリの動画になっております。どう戦う？そうですね、そこですね。個人かチームかってことですよね。でも2対2がおもろそうですよね。うん、形的には。ほら、お前たち一緒にチャンネルやってたじゃん。そうですね、確かに。その絆を見せてくれ。わかりました。で、制限時間決めようぜ。そうですね、そうですね。時間30分。はい、長くしてもあれだから。はい、あの、吐いたらそこでもう脱落です。じゃあチームはこれでいこうね。はい、チームは成人チーム対スーパーアニマルチーム、はい、で、0秒になった時に口に残ってる分はノーカウントです。よし、やるぞー。よいしょー。いきます。はい、よーい、スタート。いただきます。いただきます。やべー、うめー。え、もう一気に来たの。まあでも30分ありますからね、この試合。さあ、何個目？2個目っす。どうしたんだ？これで3個目っす。え、これ1個目っすよ。クソっす。クソ、焦った。今もちょっと負けが見えた。さあ、ポケモンだったら何が好きなの？ポケモンは、バシャモが好き。バシャモ。ちょっとシャッフルで、この食べたい量がさ、わかんないようにさ。あ、確かに。最後の答え合わせでさ、衝撃のほら、カウントするとかなかったね。さあ、もう10分経過しました。長くね。僕まだまだ行きます。あ、全然まだまだ。いや、余裕っす。やばい、もう時間が実はないんです。あ、ほんとだ。あと8個食えればいいか。俺まだ14個からいける。やばい、やばいよ。あー、やばい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 。あと5秒です。結果発表。いい、いい、に、に、七、七、いや、いい勝負だ。八。
ハーチ、イエーイ、ハーチ、はい、9、はい、10、11、12、ナイス、13、え、あるよ、サブ、後ろ、あった、12っす、あ、待って、サバねえ、わかんなくなっちゃったよ。え、待って、何個、俺8、俺は7ですね、僕も8、5ですね。5?